どうも皆さんこんにちは、エマスです。本日イベントクエストで泥の大きな塔ポップカルチャーというねイベントクエストが来たので、こちらやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ボルボロスとディアボロスか。ボルボロスいるの意外と珍しいかもしれない。もしかしたらこのボルボロスがめちゃめちゃ総流で強いっていうパターンもあり得るから、一応乗ってく？とりあえずね。あの子もなんかちっちゃいとか大きいとかだとありがたいね。普通にオロミドロも、まあ、ある程度買ってはいるけど、どっちも金冠持ってないから、あーミスったー。でもこのボルボロスちゃん自体はそんな大きいわけではなさそう。普通のサイズっぽい感じがする。とりあえずここでまた旅使って、とりあえずこのまま乗ってって、いや、ボルボロスの総流なんて何年ぶりよ。全く使ったことない。もしかしたら、使うの初めてか？タックル系かな？多分タックル系、そしてオロミドロ、なんかちっちゃいような。まったく突進だな。よいしょ。で、泥になってるから全体的に今、柔らかくなってると見た。オッケー。ちょっと早めに。全身の肉質が柔らかくなってる今のうち。早い！めちゃめちゃ早い。これで、ちょっと、いや、ちっちゃい気がする、これ。ちょっとめちゃめちゃ引っかかってるけど。なんかすごい。ちっちゃいちっちゃい。あれなんで？待って、これガード性能ついてる？ガード強化なんかついてる。もうなんでガード性能がいいのに。まあいいや。本当はですね、オロミドロ戦だとガード性能がついてると1でいいんでね、ガード性能1つけましょう。なんでガード強化ついてんだろう。そうすると戦いやすいんでね。あと伝説耐性はね絶対つけときましょうね。パワーガード、何が起こってるかよく分かんないけど、こういった部分もガード性能がついてることによってめちゃめちゃやりやすくなる。 OK、 ここがハマりポイントだから、まあちょっと起き上がりはねさすがにはまれないけど、でこれは向かってこっち側でねトグロ巻いてるんで、こっち側にとあの泥団子が来るから合わす。挿入しちゃった。まあいいや。これで尻尾に合わせる。ここかける虫端っこにあるから、できればその端っこにあるかける虫を取りたいんですけど、取れるかな。こんな感じでちょっと調整して、そこにあるんですよスタンを取りたい。スタン取りたい。難しいかな。ちょっとダウンしてる時ぐらいしかスタンは取れないイメージなんだけど、1回2回、さすがに1回ね。尻尾攻撃やってきたらそこで派生が終わるんだけど、おいしょー。そうだ、ガード性能ないからね。これはパワーが、その攻撃何そんな攻撃オロミドロってやってきたっけ。初めて見る気がする。死んでまう死んでしまう死んでまう。あぶらぶらぶら、オロミドロで久しぶり死んでまう。それは必殺技かな。おお、え、 What happened? ちょっと待って、何があった今。なんかすげえ変なところ飛ばされて一瞬にして戻ってきたような。気のせいだよな。俺は何も見てない。そんなまさかそんなことが起こるわけがない。 OK、 よいしょ。頭の方行ってちょっとでもスタンチ、もう一回スタンしないな。まだカウンター、ここ OK。 あとはもう尻尾
噛み合ってないね。いいよ、全然いいよ。よいしょ、こっち側、ナイス、よけ、よいしょ。意外とタフい。これもね、多分ガード性能1あったら多分いける気がする。あー、どこ行くの、どこ行くの。できれば2回目のスタンを狙っ、ああ終わっちゃったか。まあいいや。え、 HP 多くない？かー、これもこれもいけないんだ。ガード性能1ないと。ガード性能1あったらあれもルテンいける。だからこれいけないんだっていつもの、あーあー、強くはないのかな。多分自分が久しぶりすぎて全然なってないだけで。でも7分ぐらい戦ってるか。どうだろう、 HP 多いのかな。さあこれで、え、でも最初になってない。え、これ持ってたっけ。最初持ってないわやっぱり。いやでもちっちゃいから金冠出やすそうな気がするんだよね。明らかにちっちゃいと思うんだよね。ああ、弾出てる。弾出やすいんかな。そんなことない。まあ問題は防具ですよね。あ、特別特殊防具これだ。あ、これっていつのやつ、前のやつか。あーあああ、かけるむつかい2。ああ、なるほどなるほど。別になくても良さそうな感じはしますね。うん、かける召使いでも2で、まあ足に3スローっていうやつはないかな。他の防具ではなかった気がする、足にかける召使い2とかついてるやつは。まあそこは一応オリジナル性はあるっていう感じか。まあでもね、他で足優秀なやつはいっぱいあるから、別にそっちでもいいっていう感じも、いや、どうだろう。あ、ワンチャンあるのかな？まあ、結構使うのはさ、結局、インゴットだから、まあ、これだから、インゴット攻撃2、見切り2で、まあ、スロー1のこっちか、ハンター、まあ、これだね。ミスロで攻撃2ついてて、まあ、こっちが使いやすいからこれ使う機会は多いけど、でも3スロついてるのか。まあ、ランスだったらね、主性とか漏れるから、ワンチャンあるのかもしれない。ちょっとこれはね、組んでみないとわかんないけど。まあでもこれは、重ね着としてね、作れるようになるから、そっちでもありですね。というわけで本日ね、山の大きなと、泥の大きなと、ポップカルチャーとイベントクエストで、レザーパンツを作ることができるイベントクエストでした。皆さんもやってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。